こちらの質問は非常にケースバイケースで、いろんなパターンがあると思うんですけれども、私が知る限り、アメリカの、まあ、古い会社という言い方は変ですけれども、非常に歴史がある、会社ですね、そういった会社とお付き合いして、知り得たのは、まあ、そういう古い会社というのは非常に人間関係を大事にするんじゃないのかなと思います。まあ、これはあの個別名とか言いませんけれども、とあるアメリカの私があのビジネスマンをしていた時に、お付き合いで、取引をしていた会社があります。そちらの会社に私どもは商品を売り込むのですけれども、当然私どもにもコンペティターがおります。ただし私どもはそちら のアメリカ の由緒正しいといいますか、すごい老舗の会社とは非常に長いお付き合いをさせていただきまして、そちらの会社のトップとボードメンバーとも非常に良好な人間関係を作っておりました。そうした中で競合コンペティターがですね、ヨーロッパから来たコンペティターが非常に好条件でそちらの会社にいろんなオファーをしてきたんですけれども、まあ、事実から言ってしまえばそのオファー内容は私どものオファーよりも優れているものだった。ただしそちらの会社はすぐにはそのオファーには飛びつかなかった。それはなぜかというと、私あのその会社が言うには、私たちは非常に長い歴史があると、ロングロングヒストリーがあって今があるんだと、それを急に崩すことはよっぽどの好条件がない限りしないと。それはビジネス、自分たちがやる、それが自分たちのビジネスだということを、はっきりおっしゃられたことを覚えています。それを聞いて私どものトップも、一気に感じてですね、そうした、期待といいますか、そうした、なんて言いますかね、心には我々も、答えなければいけないということで、ある商談では非常に頑張った覚えがあります。ですので、アメリカの歴史が長い会社、そういった会社はそういった人間関係というのを大事にするのではないのかなというふうに私は感じました。